営業しているのかよくわからない。不思議な雰囲気の中華料理店。気になりませんか？高田に行ってみようか。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩き by 静岡人、ブログもよろしくね。JR 東海道線焼津駅から車で6分、焼津魚センターの目の前にある中華料理店。東名高速焼津インターのすぐ近くでもあります。焼津インター周辺は静岡県内屈指のラーメン激戦区。あぶちゃんが名物の朝ラーメンの店、ラーメンタル。担々麺が美味しい麺屋花城。静岡では知らない人はいない、ゴミ発賃。高田の並びにある松一屋。濃厚煮干しラーメンが朝から食べられる麺屋秀次。めちゃめちゃノスタルジックな外観のラーメンショップ焼津店。老舗人気中華料理店の八芳園。京都からやってきた人気チェーン店、怪力屋。誰もが知ってる餃子の王将など、チェーン店から個人店までいろいろあります。焼津魚センターは県外からも数多くの観光客が訪れる人気観光施設。この日も平日にもかかわらず、大型バスが何台も来ていました。その駐車場が魚センターの東側にあり、その目の前にお店があります。そちらに駐車可能なので、駐車場に困ることはなさそう。かなりの広さです。高田の並びにはのっけ屋、松一屋、ブルズ、焼肉センター、喫茶専門山本があります。魚センター内の食事処はそんなに混んでいないのに、のっけ屋に行列ができていたりするんですよね。のっけ屋はチェーン店ですが、結構いいものを提供しています。図肉丼だったかな。マグロの頭を使った丼があり、これがめちゃめちゃ美味しい。外国人観光客もちらほら見かけました。マグロ食堂のお店の人はマグロのことを話し出したら止まらなかったな。週末は駐車場が満車になることも。ここの並びの建物はかなり年季が入っていて、高田も一見営業しているのかわからない感じ。静岡県焼津市ヤグス 4-13-7。 のれんが出ていたら営業中。外観は超ノスタルジック。個人的にはこういうお店大好きです。この手書きのメニュー表が最高。店頭にある看板も年季が入っていました。店内はテーブル席があり、奥に小上がり席がありました。年季が入って木のテーブルがいい感じ。期待通りのノスタルジックな空間。このごちゃごちゃした雰囲気がたまらない。メニューは麺類、一品料理、定食類など。ビールが安い。ここで飲みたい。なぜサラリーマン川柳が野菜炒めライス飯ラーメンセット。野菜炒めがすごいボリューム。日替わりランチです。訪問時の値段ですが670円は安い。血糖値の急激な上昇を少しでも防ぐためまずは野菜からいただきます。こう見えて私は結構健康オタクでして、家で食事をするときは、すごく質素なものを食べています。ラーメンは半サイズになります。トッピングはメンマ、わかめ、チャーシューなど。やや甘みがあるスープなので、胡椒がよく合います。スープは鶏ガラ中心でしょうか。あっさりしています。油はほとんど浮いていなく、胃に優しい感じ。すっきりしていますね。びっくりしたのが麺。平打ちの縮れ麺で、手もみをしたようになっていました。こういうピロピロした麺、大好物なんですよね。自家製麺っぽくもありますが、どうなんだろう。ご存知の方がいらしたら教えてください。野菜炒めは結構な量に、驚きました。この量でこのお値段は絶対に安い。ご飯も大盛りくらいありました。キャベツ、人参、もやし、キクラゲなどが炒められています。香ばしさが食欲をそそりますね。シャキシャキした食感で美味しい。あっさりとした味付けです。ご飯との相性は最高。いくらでも食べられそうです。それにしても値上げラッシュの中、このお値段でこれだけの量のセットが食べられるのはありがたい限り。安すぎて赤字になっていないか、お客が心配してしまいます。魚センターに来た観光客は、まず入らないだろうな。逆に魚センターで働いている人が、入るのかもしれません。昔からずっと変わってなさそうな、スタイルがいいですね。一見入りにくそうですが、一度知ってしまえば、忘れられなくなるお店。焼津市に住んでいても、存在を知らない人も、いるかもしれません。隠れた名店なのでした。静岡県焼津市の高田、焼津魚センターの目の前にあるラーメン店。高田の並びには、のっけや、松一屋、ブルズ、焼肉センター、喫茶専門山本があります。高田はかなりの老舗で、外観が超ノスタルジック。一見営業しているようには、見えません。この手書きのメニュー表が最高。店頭にある看板も、年季が入っていました。店内も期待通り、ノスタルジックな雰囲気。奥に小上がり席がありました。漫画本も完備。野菜炒めライス飯ラーメンセット。日替わりランチになります。スープは鶏ガラ中心でしょうか。あっさり醤油味。油はほとんど浮いていなく、じんわり美味しさが伝わってきます。平打ちの縮れ麺は、手もみをしたようになっていました。野菜炒めは結構な量に驚きました。香ばしさが食欲をそそりますね。シャキシャキした食感で美味しい。ご飯も大盛りくらいありました。この量でこのお値段は安すぎる。貴重なお店ですね。